サブちゃんめっちゃ久々だよ。いしょ、久々にサブちゃんを撮ろうと思います。最後にアップしたのがちょっと見てみますね。撮影するのは今年2023年になって初めてなので、明けましておめでとうございます。うわ、もう2ヶ月前だ。え、私12月に1回もアップしてなかったんだ。サブちゃん最後にアップしたのが去年の11月26日になってますね。わあ、約2ヶ月ぶりくらいのサブちゃんです。最後に更新してから1本だけ撮影したんですよ。で、その内容が質問コーナーで、質問コーナーっていうよりもいただいたコメントにお返事をするっていう動画を撮ったんですけど、その動画40分ぐらい私ずっと喋ってて、でその分編集がめっちゃ大変になっちゃったんですよ。5分の1くらいは編集が終わった状態だけど、そこからなかなか編集進まなくて、でメインチャンネルだけアップしてたっていう状況です。これ撮っちゃったから多分こっちの動画をアップ先にアップすると思うんですけど、まあそんなもんですよね。この袋何が入っていると思いますか？先週かな、楽天マラソンがあったので久々に結構お買い物して、そのうちの一つです。じゃあ開けますね。ずっと私の動画を見ていたり、あと楽天ルームを見てる方ももしかしたらわかるかもしれない。正解は新しい日記帳です。で、本当は私の予定ではこのピンク色のこの日記帳を2023年中に書き終える予定だったんですけど、まあね、そんな計画通りにいかないのでね。でも頑張って結構あと残り数ページぐらいまでは進みました。で、私が今途中まで書いてるのが文具女子博のページで、今年2023年に起こったことはこのグリーンの日記帳に書こうと思ってます。最新の Vlog で私美術館に行った様子を流してるんですけど、それはこの日記帳に書こうと思ってます。色かわいい、綺麗、色違いでね購入しました。いろいろノート見てたけどやっぱりなんだかんだ使いやすかったから。そう、でも見てください、同じものと思えないぐらいの厚みが全然違う。でもこれはねまだ書けないけど、中のページは全部同じですね。6色ぐらいあったので、緑の絵日記が終わってもあと4色分はありますね。バリエーションが、クリスマスのこととかもまだ絵日記に書けてないのでこっちの方に書こうと思ってます。このページには文具女子博で買ったものをいろいろ貼り付けてコラージュしていこうと思っているので、まず買ったもの、これかな、こっちじゃん、これと。でも最近は私あんまり文房具買ってないかな。文具女子博でドバッと買ったのが最後ですね。もうそれからはそんなに買ってないかな。皆さん最近はどうお過ごしですか？私は相変わらずな生活です。まあ普段通り出勤出社して定時に帰るっていう感じ。マスキングテープをここに全部一列に貼るかな。後から気づいたんですけど、文具女子博で買った購入品をインスタグラムにアップしたんですよ。そのインスタグラムとかあの SNS に文具女子博の購入品をアップした方抽選プレゼントが当たるっていう企画があって、このカードの裏にその情報が書かれてて、でそれにはこの文具女子博の戦利品と一緒にカードも写してくださいって書かれてて、私カードは写してなかったから、まず応募すらできなかった。カードを写してても当選してたかは難しいけど、この空のシールがめっちゃ可愛いんですよ。そのままで見るのと実際に貼るので印象が変わるシールだと思います。これここだけ見たら濃いけど実際はめっちゃ薄くて綺麗です。反対側でも伝わる綺麗さ。一番最近の楽天マラソンの話をすると、結構ね前から欲しかったものがいくつかあって、でそれをまとめて買ったので、今回は結構ね4店舗ぐらいかな、
で買うことができました。楽天マラソンもね、そのお店を回れば回るほどお得になってポイントが増えていくっていう仕組みなので、この機会にどうせ買うものは買っておこうと思って、スキンケア用品とこの色のマフラー欲しいなっていう色のマフラーがあって、淡いブルーなんですけど可愛いの見つけたので、それとコートとあと加湿器まとめてね買いました。喉の調子が悪かったって言ってて、今はもう全然大丈夫なんですけど、あ、でもちょっとたまに咳が出るぐらいかな。そう、それで職場では咳が出ないんですよ。家にいる時に咳が出ちゃってて、職場と家の違いなんだろうって考えた時に、職場には加湿器があるんですけど、私のうちね加湿器がもうずっとなくて、それでもしこれで空気が潤うなら買おうと思って買いました。個性的な形の加湿器を買いました。私があんまり選ばなそうな感じかもしれない、もしかしたら。かわいいな。どうやって貼ろうかな。食べ物のシールが多いです。楽しい。クッキーのシールもあります。めっちゃかわいい。ちょっともったいないから3枚だけ。あとはプレゼント、これでね、このシール買ったよっていうのが一目で分かって楽しい。これはおはじきのシール、どうやって貼ろうか迷います。これも開けようかな。文具女子博で唯一食べ物を買ってて、でそれがクレヨンなんですけど、あのクレヨン型の和三盆で、その動画を載せた時にコメントいただいて、その方も同じクレヨンの和三盆のお菓子を買ってて、可愛くて眺めてたらもういつの間にか賞味期限が切れてましたっていう方がいて、で私もそのクレヨンのそのお菓子買ったこと完全に忘れてて、つい 2,3 週間前、なんでだったかな、何かの表紙にふと思い出して、あれそういえばどこいたっけって思って、でももしかしたらもう賞味期限切れたりしてないかなって思ったけど、まだ大丈夫でした。2月の後半くらいまで賞味期限まだ余裕がありました。ダメですね、せっかく買ったのに。でも思い出せてよかった。それを職場に持って行って、でその職場で、私文房具が好きなんですよって言って最近このクレヨン買ったんですって言って、そのクレヨンを見せながらポキって食べたんですよ。そしたら怖い怖いって言われて、驚きよりも怖さの方が勝っちゃったのかな。いやね、クレヨン食べる人なかなかいないですからね。コーヒーとよく合うお味でした。12月と1月はサブちゃんの更新頻度が低かったので、また2月にちょっとずつ復活できたらいいなと思ってます。飴はなんとなくちょっと小さめにしました。紙がちょっと薄いから、のりが使いにくいか。本当にね、こういう可愛いイラストとか、ちょっととでもデスクの上にあるだけでテンション上がります。じゃあね、うわーめっちゃ可愛い可愛い可愛い。このシールも文具女子博で買ったものです。ピントが合ってないよね。あのノートに馴染みやすい。今日私仕事が終わっていろいろ寄り道してさっき帰ってきたんですよ。今もう9時前とかだけどからのサブちゃん撮影。コーヒーを今日ね2杯飲んだので目がめっちゃ冴えてる。最後におはじきのシールを散りばめる。うん、かわいい。じゃーん、もうこんな感じでいいかな。ちょっと派手派手だけど、こことかで、この空いたところに文字を入れます。22年、文字も全部書き終わりました。
んな感じ。ただシールとか買ったペーパーを貼るだけでも一つ一つが可愛いから、やっぱどう使っても可愛くなるのは当たり前か。たい焼きが顔半分切れちゃってたのでボールペンで書き足しました。はい、じゃあこんな感じで、メインチャンネルの Vlog も結構ゆるっとしてる感じがするけど、サブちゃんはさらにゆるっと更新していくので、私もよろしくお願いします。じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。うわ、このセリフめっちゃ久々に言った。